にちは。安倍ちゃんの演説の記事がありましたので、紹介します。安倍晋三氏、大変な接戦です。恋人を連れて、昔の恋人も探し出して、投票所に足を運んでください。衆院選は、残り1週間となり、ラストサンデーの24日、各地で、街頭活動が熱気を帯びた。東京屈指の激戦区東京5区は、自民党の若宮健嗣万博担当相、立憲民主党の手塚一夫氏による事実上の一騎打ちで拮抗。現役閣僚の落選阻止兵安倍晋三元首相ら大物幹部が応援に駆けつけた。大阪10区は、前回戦に続き、自民 VS 立憲 VS 維新という大阪独自の三つどもえの激戦区。立民前職の辻元清美氏の応援に入った元文部科学省事務次官の前川喜平氏、66、が、安倍政治を切り捨てた。大激戦区がさらにヒートアップしている。現職閣僚の若宮氏と、ライバル手塚氏、日本維新の会の新人田淵正文氏が立候補したが、事実上の若宮氏対手塚氏の拮抗する一騎打ちだ。調整一平へ。自民党は、若宮氏の応援に、安倍晋三元首相、茂木敏充外相ら大物を投入。安倍氏は、東京、三軒茶屋駅前で、沿道を埋めて聴衆を前に、危機感をあらわにした。大変な接戦になっている。明日にでも投票所に行って、若宮さんに、一票を投じていただきたい。お友達やお父さん、お母さん、ご主人や奥さんや、子供たちを連れて、また恋人も連れて、昔の恋人も探し出して、どうか、投票所に足を運んでいただきたいと、受け狙いも交えて訴えた。日本に悪いことする人は大和が、ずっきょうを言っちゃうぞ。ではでは、また、動画作成いたしますので、よかったらお願いします。ご視聴、ありがとうございました。